皆さんこんにちは、みのりんです。髪型どうしたのと思ったそこのあなた、正解です。タイトルにも書いてあるように髪の毛はバッサリと切ってきました。ちょっと最後までお見せできないので、今はタオルを使って隠しています。昔はよくタオルをこうやって頭につけてお姫様って言いながら家中走り回りませんでしたか？してないの？私めっちゃしてたんだけど。はい、というわけで今回は表参道にある小野田マーシーさんのお店に行って切っていただきました。急にお願いしたんですけど、心よく引き受けてくださって、もう本当にいい方、小野田さん本当にありがとうございます。それでは現場へどうぞ。現場のみのりんさん。はい、現場のみのりんです。ちょっと緊張している模様です。なんで切ろうと思ったんですか？急にですか？でもすごい長くなりすぎてしまったっていうのと、前はもともとずっとボブだったので、行っちゃいましょう。よろしくお願いします。お願いします。あのパラレルみたいな。そういうのちょっとこの巨大ハサミで切っていいですか？大丈夫です。実は嫌だとかやめてください。大本当は嫌だったけどみたいな。一気に切れないと思うので、ちょっとずついきます。いいですか？いいですか？切れました。切れた。1年分ですかね。持って帰りますか？まあ僕からちょっと整えていきます。整えてきます。これはちゃんと切るんでね。安心してください。これで終わりじゃない。これで帰ってる。どうしたの？左右違うよ。あと今日リリーのシャンプーでちょっとシャンプーさせてもらうので、はい、かなり仕上がりサラサラになると思います。髪質改善ってすごい有名ですよね。あ、そうですね。はい、その後は小野田さんがきちんとしたハサミでまとめてくださいました。あとシャンプーはすごくいいシャンプーだったそうで、めちゃくちゃサラサラになりました。はい、髪の毛バッサリ切ったので早速お見せしたいと思います。はい、こんな感じでボブになっちゃいました。1年半伸ばした髪の毛だったんですけども、ちょっと長すぎてしまったのと、2018年新しいスタートを迎えたくて切ってみました。私は結構気に入っていますが、皆さんいかがですか？私はかなり気に入っています。本当に小野田さんありがとうございます。それでは最後現場へどうぞ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本当にありがとうございます。あ、よかったです。皆さんもぜひ、リリーに来ていただければと思います。すごくいいシャンプー使ってくださったので、もうすごいツルツルなんです。ね、手触りもツヤも変わりました。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。